線組の足跡を訪ねる第1回壬生不動堂編。京都旅行に行く前にぜひ参考にしてくださいね。こんにちは、歴史じいじいです。今回は新選組の足跡をたどるということで、壬生から西本願寺不動堂へと歩んでいった頓女の足跡を訪ねて回りたいと思います。まずは最初に頓女を構えた壬生、次に幹部が遊んだという島原遊郭跡、次に頓女を構えた西本願寺、最後に頓女を構えた不動堂、まあなんていうか新選組の基本箇所ですね。まずはここを押さえておきましょう。というわけで最初は壬生、新選組が誕生した町です。まず伺うのは高円寺、新選組のお墓のあるお寺として有名です。当時の住職の良与上人が新選組副長山並圭介と親しくなったことからお墓ができたとのこと。ただし観光寺院ではないので観光客は中に入れません。あくまでもお墓の参拝者のみ中に入ることができます。というわけで参拝料100円を払って中に入りました。ここには新選組と関係者計28名が埋葬されているそうですが、現存するお墓は4基、そのうち一番右側は沖田氏縁者の墓と書かれていて、沖田宗氏の奥さんではないかという説もあるらしい。では高円寺を出て次へ向かいましょう。そのまま西へ歩いていくと旧前川邸、新選組の頓女となったお屋敷です。ここと隣の八木邸が本格的な頓女となりました。古高俊太郎が拷問を受けた土蔵や山並圭介が切腹した部屋、太子たちがつけた刀章や落書きなどがそのまま残されているそうです。間取り図もありました。ただ現在は田野生態所さんが住居および工場として使っていて、建物内は非公開、土日祝日のみ玄関先でグッズの販売が行われているそうです。行くならその時がいいね。さて旧前川邸を出て向かい側を見ると、金壺で有名な幸福堂さん、ここにも新選組名家、さすが新選組と共に生きてきた町らしいですね。では次へ向かいましょう。そしてついに到着しました、八木邸。芹沢鴨、近藤勇、土方歳三など幹部が寝泊まりしていた頓女です。ここに文久3年3月松平肥後守お預かり新選組宿の表札を掲げ、新選組は誕生しました。芹沢鴨が暗殺されたのもここです。ここから先は撮影禁止なので映像はここまでですが、現地では見学料1100円で見学できます。ガイドさんの丁寧な説明付きなのでぜひ見学したい。しかも八木家は現在頓女前で京都鶴屋角寿庵という和菓子屋さんを経営していて、その見学には頓女餅と抹茶付き、これは嬉しい。美味しい和菓子をいただいてくつろげたので次の新徳禅寺へ向かいましょう。するとすぐ左側に新徳禅寺、新選組の前身老子組の最初の舞台となった場所です。老子組のリーダー清川八郎がここで尊王攘夷を発表したことにより老子組が分裂、芹沢鴨、近藤勇らは新たに新選組を結成したのです。まさに新選組誕生のきっかけとなった場所ですが、残念ながら非公開、門を外から眺めて通り過ぎることにしましょう。と思ったらすぐ向かい側に新しくカフェができていました。その名もダンダラコーヒー店ってまんまじゃないですか。ここで一休みしていくのもいいですね。その隣に現れたのが壬生寺、新選組が訓練場として使っていたお寺です。ここには数々の逸話が残されていて、沖田宗氏が境内で子供たちを集めて遊んだとか、太子たちが壬生狂言を鑑賞したなど地元との触れ合いもあったらしい。境内の池の中の島は壬生塚と呼ばれ、新選組の遺跡になっています。近藤勇の胸像や遺髪等、芹沢鴨など大使7名のお墓、その他新選組顕彰碑など目白押し、毎年池田屋事件の日には新選組供養祭も行われるという。
もともとこのお寺は壬生狂言で有名な古刹。新選組ファンならずともぜひ行ってほしい。さて、これで壬生の主だったところは行きました。新選組は池田事件などで名声が高まり、大使の数も増えてきます。そこで手狭になった壬生を離れ、西本願寺へと遁地を移すことになりました。では次の目的地、島原へ向かいましょう。歩いて15分少々で島原に到着します。ここは京都唯一の幕府公認の花街。新選組大使たちもよく通いました。入っていくと右側の路地に和智街や元禄元年創業、300年以上の歴史を誇る沖屋兼お茶屋さんです。近藤勇や土方歳三も足しげく帰ったといい、店内には近藤勇の書が飾られているという。現在の建物は安政4年の築で、明治4年にほぼ現在の姿になったという京都市の登録有形文化財。現在も太夫を抱えて営業中なんですが、もちろん一元さんお断りです。元の中央通りに戻って西へ進んでいくと、この周りには本当に素晴らしい町屋建築が軒を連ねています。やがて左側の路地を入ると炭屋、天正17年創業という最も歴史の古いお茶屋さんです。現在の建物は寛永18年、島原が開設された当時のままの建物がそのまま使われているということで、国の重要文化財に指定されています。島原のお茶屋さん、揚げ屋さんとも言いますが、ここは単なる遊興の場ではなく文化サロン的な役割も果たしていたといい、与謝野村や丸山応挙なども通っていたらしい。幕末には西郷隆盛や久坂玄瑞などが倒幕の密議を交わしていたという場所でもあるんですが、同時に新選組もここに通って遊んでいたという、なんとも不思議な場所。今は炭屋もてなしの文化美術館として公開されているので、素晴らしい日本文化を存分に堪能することができます。では次の目的地、西本願寺遁地跡へ向かいましょう。歩いて10分ほどです。西本願寺にやってきました。慶応元年3月から約3年間遁地として使っていたところです。当時使っていたのは北集会所と太鼓楼なんですが、現在地に残っているのは太鼓楼のみ。貴重な新選組遺跡です。ちなみに北集会所は姫路市の亀山本徳寺に移転されているらしい。では境内へ入りましょう。この阿弥陀堂門も江戸後期の地区で国指定重要文化財。入るとまず驚くのはその敷地の広さです。新選組がここを選んだのもまずはその敷地の広さなんですね。実際に新選組はこの後伊藤貸太郎などを入れて総勢200名まで膨れ上がるので、この広さは必要だったことでしょう。それともう一つの理由は、倒幕派と見られていた西本願寺を押さえつける目的もあったらしい。実際に新選組は境内で大砲の訓練をしたり豚を飼ったりとやりたい放題、西本願寺を相当困らせていたようです。そんなわけで、なんとか出て行ってもらいたい西本願寺は3年後に移転費を全面的に負担するということで出て行ってもらうことに成功。そして新選組は1円も負担せず、立派な不動堂遁地を手に入れることができたわけです。しかしその3年の間にいろいろなことがありました。新選組が活躍した事件もありましたが、その多くは内部抗争、新選組の弱体化につながっていきます。そしてそれらの事件の多くはこの本願寺の周辺で起きました。それをこれから見ていきましょう。まず訪ねたのは南隣の高照寺、天満屋事件の関連史跡です。ここはもともと紀州藩主の宿泊所でしたが、いろは丸事件で土佐藩の海援隊は紀州藩に恨みを抱き、慶応3年11月高照寺と天満屋に一斉に襲いかかります。それをあらかじめ予想していた新選組が警護を担当、特に高照寺には紀州藩家老がいたため土方歳三が警護していました。
そのため海援隊の襲撃にもかかわらず土方歳三が守りきったという事件です。さてここからは西本願寺の東側油の工事通りを南下していきます。この通りには天満屋事件跡、北工事の辺跡、油の工事の辺跡、本工事と新選組史跡が並んでいるからです。ではまずは天満屋事件跡。このお地蔵さんの脇に小さな石碑があって、中井正五郎殉難の地と書かれているんですが、ここが天満屋事件の跡地。天満屋とは旅籠で、そこに泊まっていた紀州藩士や彼を警護していた新選組と襲撃してきた海援隊との間で起きた乱闘事件を言います。その年の11月、坂本龍馬が暗殺されたんですが、いろは丸事件で紀州藩と争っている最中でしたので、海援隊はその暗殺犯人を紀州藩と考えました。そのために起きた襲撃事件ですが、結局亡くなったのは海援大使の中井正五郎一人、まだ21歳の若者でした。続いて北工事の辺跡。天満屋襲撃の方を聞いて、不動堂の豚汁から応援の新選組が駆けつけ、同時に西本願寺から紀州藩士も駆けつけました。お互い味方だったのに出会い頭で敵と勘違いし、切り合いとなってしまった事件を言う。死者こそ出なかったものの、海援大使を取り逃がしてしまうという大失態の事件でした。そのまま南へ進むと油の工事の辺跡、新選組が高台寺と7名を襲撃した事件です。その年の3月に伊藤貸太郎が新選組を脱退して高台寺党を結成したんですが、新選組にとってそれは裏切り行為。この年の11月、近藤勇らによってこの近所で殺害されます。そして伊藤の死体はこの交差点まで運ばれ、その死体を引き取りに来た高台寺党7名を新選組は待ち伏せして襲撃殺害しました。油工事7条交差点での出来事です。殺害する方もされた方もかつての同志、悲しい内部抗争でした。では伊藤貸太郎絶命の地へ向かいましょう。本工事、新選組の襲撃を受けた伊藤貸太郎が最後にたどり着いた場所です。伊藤は北進一刀流の使い手だったため、腕前を懸念した近藤によって酩酊させられ殺害されたという。境内を入ると右側に南明法蓮華経の題目の書かれた石碑があります。伊藤は最後にこの日にもたれかかって奸賊バラと叫んで絶命しました。さえも人望もあった伊藤ですが、最後はその死体まで新選組によって運ばれ、油の工事7条交差点でおとり用に放置されるという扱いを受けたという。こうして新選組は血の粛清を繰り返していきました。では最後の豚汁、不動堂村へ行きましょう。そこは敷地1万平米に武芸道場、馬屋、物見櫓、一度に30人が入浴できるお風呂まで備えていたという立派な施設だったようです。しかし不動堂村の豚汁は半年しか続きませんでした。伏見への移動を命じられるからです。時代は大きく動いていました。不動堂に来た4ヶ月後には大政奉還、さらにその2ヶ月後には王政復古の大号令、すでに幕府滅亡へと舵は切られていたのです。新選組はすでに時代遅れの存在となりつつありました。しかしそれに抗うかのように新選組は走り続けます。鳥羽伏見の戦いが目の前に迫っていました。皆さん今日はいかがでしたか。新選組の足跡を追って身分西本願寺不動堂へと歩いてきました。この後新選組は鳥羽伏見の戦いへと歩みを進めていくことになります。今日はどうもありがとうございました。
これで新選組の足跡を訪ねる第1回身分不動堂編は終わります。長時間のご視聴ありがとうございました。次回は鳥羽伏見の戦い編をお送りします。どうぞお楽しみに。歴史じいじの街歩きに興味を持った方はチャンネル登録、いいねボタンぜひお願いします。ではまた次回お会いしましょう。